さあ、今月の格闘技魂のコーナーです。山ジムの増田さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう夏本番っすよ。もう、はい、めちゃくちゃ暑いんですけど。今日バイク行きましたけどね。<laughs> めっちゃ気持ちよかったですよ。あー、まあでもそうですよね。はい、でも、バイク降りたら、むわっとしてません。今日でも、<ー>比較的まだ、あれか、ここ最近の中では涼しい方かな。 風があるといいですね、うん、今うもだから、安倍昆渡ってくる時も、結構な突風が気持ちよはい。この間ね、ちょうど安倍川花火もありまして、うんうん、だけどあの、始まる前までは結構風吹いてたんですけど、はい、でやっぱ風があるとあの、煙が流れてくれるじゃないですか、なんか綺麗に花火が見えるなと思ってたら、始まったぐらいにはもう風やみ、はい、もう煙の中で花火上がるみたいな状態が。あ<ー>うん 多少の風がなないとダメなんですかやっぱりあったほうがいいですねずーっとその煙が動かずにそのままなんでえなんかお仕事されたんですか番組の特番がありましてあのー、安倍川花火の会場でオフィス・コエさんとかとは違うオフィス・コエさんは喋られてましたよねはいそう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 ,うそうそうこの FM イの特別番組であそうですかねはいやってたんですけどまあ毎年ねあの特番やるのであれなんですけどいやなかなか 花火まあじっと見てるほどの時間はないんですけどそうですね、うん、見られますまだ今年見てないですね藤枝もありますもんねありますね七、うん、7日ですね来週の七日の火曜日ですねうんそうかもう来週ですよねうんまあ毎年ちょっとお手伝いでお手伝いというか、うん、ちょっとこう敵来的なものをやるんですけどね、はい、うん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 そうですねまあ花火なんかそうでも見ませんね見れませんよ全然 かあ音だけ、えー、僕ねあの花火って、まあ、もちろんこう綺麗にドカーンとかって、あのー、開いてああ綺麗だなって思うのもあるんですけどあの煙の火薬の匂いが好きなんですよねあ<ー>めちゃくちゃあれが好きでそれで十分みたいなところも結構あったりとかするんですよね、えー、吉田町に花火があるんですけど、うん、行ったことあります花火を作るうん花火大吉田町の花火 そらく白浜原地区で一番最後の花火なんですよはい、はい、8月の後半の、うん、で幾度か見に行ったことあるんですけど、うん、2>, 2度3度ですけど、ねはい、なんかこうよくし知らずに言うのもあれですけど半ば会場花火的な位置で上げてるとは思うんですけど、はい、みんなその港のその,あの漁業関係の人が。うん こう車止めたり仕事されたりするエリアで見たりとかちょっと海岸で見るんですけど灰を被るんですよ、はいうん、へえあっちとかってはい普通のこと言ったらなるくらいあもう本当にそのすぐそばなんだはい、はい、まあ燃えたりはしませんけどなんか灰が確実にもう今の灰うんそうですね いやあれはもうあれですよ火薬の匂い感じれますよいいですね <laughs> 結構好きですよ <laughs> 本当にそう、はい、あのマッチのねコスパの,<ー>の香りとかもすごい好きなんですけどね、うん、えー、えー、まあじゃあでも夏本番なんてね結構これからいろいろあると思うんですけどこういう暑かったりとかするとなかなかこう練習生とかみんなちゃんと来てますうん今来てる子はやる気のある子ですねうん サーーファーが冬入るサーファーは本気なサーファーみたいな感じですか、うん、あなるほどなるほど月曜日も行ってきましたけどあの月曜日の当番があるんですけどね、うん、やっぱすごいですよもうちょっと動いただけで汗もすごいしそ,そ、ねうん、の相手も汗すごいじゃないですか、うん、僕らってスポその運動の性質上こう抱き合うじゃないですか音ほ、うん、どうしてものすごいですよなんかそうっすよねすごいっすよ、うん なんかもうあれですね塗りたくってる感じですよまあ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 でもそうでしょうねぬるんってなりますからね、うん、あだって今ちょうどほらオリンピックとかもね、はい、やってたりとか、まあ、テレビで見ててもやっぱりこう例えば柔道とかレスリングとかあえてやっぱ組み合うものとかになるとあの時間帯でもまあやってるところがイギリスですけどそれでね動いてるだけでもすごい汗じゃないですか もちろん代謝がいい人たちですから、うん、プロフェッショナルですし、うん、あのそういうのはあると思うんですけど、うん、多分ですけど、はい、結構クーラーは効いてますよねああまあ確かにじゃないと、うん、競技に支障を来すと思うんですよ、うん、はいはいびっちょびちょの状態って、うん、あの僕らの場合は例えばどっかキャッチしても滑ったりとか、うん、はい 技に入ろうと思ってもその汗で抜けちゃったりとかそういうこともあるんでまあ柔道は結構あれ来ただけでも暑いと思うんですけどさすがにオリンピック会場ともなればエアコンの完備の具合ってすごいと思いますそれが証拠にだってインタビューとかしてる時にそんなびちょびちょな人っていないじゃないですか。 あそうですね、うん、あの泳いで帰ってきた人みたいな人いないですもんね僕ら練習したらもうそうなりますからね普通に、うん、その状態だともう本当にプ,プール上がって更衣室行ったぐらいのびちょびちょ具合ですよああ、うん、汚い花みたいですな手首とか腕十字とか取ろうと思って、うん、持ったところでぬつるんって言って はいはい、秋山義色みたいなのがなんかぬるぬるですよ、うん、もう完全に、何もしなくてもですよ、<laughs> うんうんなるんで、ええ、例えば実際の試合とかになると、それはやはりまあエアコンもやっぱ効かせて、えー、あと、あのレフリーだとかがこう吹きに行きますね、うん、あんまりひどいと、あそうなんですね、まあ代謝によっては本当に汗が出てくる人いるじゃないですか、やっぱ吹きに行きますよ。 セコンドがこうやって水をこうやって,やっても舌がびちょびちょになったら怒られますよこうやってセコンド吹かされますよへえ<ー>、うん、やっぱ競技に支障を来す可能性は大いにありますねうん水っていうのは、うん、ちなみにやっぱりじゃあそういういわゆるやっぱ格闘技とかの試合とかって、まあ、イメージあの年末っていう感じなんですけどやっぱり冬の時期が多いっていうところがあるんですかね うんでもブラジリアン柔術っていうそのブラジル人の大会なんかは夏にあんまりやんないですねそれは多分<ー>うん暑さの関係も多少あるのかも分かんないですけどねまあいろいろ夏って他にもイベントあるじゃないですかうん、うん、やっぱ僕らその格闘技もそうですし音楽とかも携わっていると結局うん、うん イベントが当たるとお客さん来ないですからねうん、うん、お客さん来ないと興行としては成り立たないですからねうん、うん、そのすごいですよねあのいわゆるこうお店もやりで格闘技もやりで自分もやりで音楽イベントにも携わりとかってほんとこう幅広くそんなことないですよもうマスターキータンになりたいだけなんですよ <laughs> そうなんですね浦沢直樹先生のはいはいマスターキートン平賀キートン太一さんになりたいだけなんですよご覧になったことありますありますありますはい浦沢直樹さんってまあオリンピック出て柔らかいた人ですよねああそうですねうんあのオリンピックはいスポーツの話であるんあのちょっと見てて柔道なんかずっと全部見てるんですけど でちょっとね、うん、NHK さんのアナウンサーさんが、はいうん、悪意を持ってないのは分かりますけど、うん、ちょっとやっぱひどいなって思うんですよ。<ー>この前73キロ級の決勝で、うん、まあ負けて準優勝になってしまった方、うん、でその方っていうのはあのー、その階級は。 世界ランキング1位は韓国人の選手なんですけど、はいうん、その選手は4位だったんですよね、うんで、その日本人の選手は2位だったんですけど1位の選手にちょっと試合の内容は差をつけられて負けて、うん、まあ普通にでも準優勝って世界で2位じゃないですか、その階級で、はいうん、立派なもんですよ。うん って言ったらその海老沼さんとか平岡さんみたいなそのもっと軽い階級でメダル取った方なんかは、うん、自分の世界ランキングの順位より上のメダルを取ってるわけですよはい、はい、平岡さん世界ランキングの3位で銀メダルですが海老沼さんは4位で銅メダルですよ。うん、で、えー、73キロで男性の方ちと 僕名前は何屋さんだかっていう方谷谷ささん仲さん、はい、あの選手こう惜しくも惜しくもというか、まあ、正直なこと言えば、まあうん、そんなおおミステークで負けたわけではなく、うん、まあちょっと実力に差があった結果、はい、準優勝で銀メダルだったんですけど、うん、ここが折れてきたら世界で2位じゃないですか、うん、まあしてや世界ランキング2位の人が。はい 2位のメダル取るわけじゃなそしたらも銀メダルおめでとうございますですよね普通はね。他の競技だってもそうじゃないですか、うん、あの例えばアーチェリーとか、うん、フェンシングなんか前回大会なんかで、うん、もうシンデレラ扱いですよね,そうですね世界で2位で 2>、うん、だけどそのアナウンサーは開口一番のインタビューが「うんえー、中谷さん ちょっと深刻な感じでですよ、うん、中谷さんあの金には惜しくも及びませんでしたけどええー、とかっていうところに入るんですようん、うん、そしたらこっち銀メダルで仮に嬉しくても、うん、そんなインタビューの始めされたら「うん、やった!」なんて言えないじゃないですかそうですね、うん、だからちょっとひどいなと思ったんですよそれは,はい、はい、まあ昔からですけどねうん、うん、なんか金取るべくして そうされてること自体もかわいそうですよね、うん、プレッシャーが余計な力働いちゃうじゃないですか、うん、でまあいいですよでもそれでもよくやったっていう、うん、で例えばいや1回戦でも,うものすごい差をつけられて負けちゃいましたなんて言ったら、うんはい、もしかしたらある程度こうバッシング受けてもいいかも分かんないですけど準優勝って立派なもんじゃないですかその人に対して。 1>, いや1位じゃなかったですけど残念でしたねっていう切り出しってどううかなと思うんですよね、うんまあ、確かにあの本人がいや残念です金欲しかったっていうのは分かりますよねそれをなんか支えて、ね、しかも決勝まで見れたわけですから、うん、なんだかねなんか金以外だめなんていうのはもうちょっと選手が言うならまだしもね。うん アナウンサーのあなたは言ってはいけませんそういうことをと思うんですよましてやなんかもう今の柔道ってルール上、うん、日本をずっと続けてきたり日本の古来の柔道とはちょっとやっぱもう違うんですよねシステム的に、うん、そういう状態の柔道はもう横文字の JUDO 柔道ですようん、うん、そのの状態の柔道を まあ要は世界に広めるためにそういうことを余儀なくされてきたわけじゃないですかそういう意味で柔道教会は活躍してきたの中で、うん、もう別に世界の人たちともう肩並べてやってるわけですから、うん、日本人が必ず勝たなきゃいけないもしかしたらもしくは勝てるような状況にあるわけではないじゃないですか、うん、それをなんかもう でも,うもうっと言ったら、はい、世界ランキング1位になってる日本人男子っていないんですよねああうん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 っていうかそれくらいロシアだとかいろんなレベル高いわけですよ、はい、それで銀メダルで十分な十分とはまあ金の方がいいですけど、うん、でもやっぱアナウンサー、うん、開口一番言うセリフが金には及びませんでしたけどっていうのは ちょっととひどいなと思いな思ます、ね、確かにもう、柔道、いまだにお家芸みたいなことをもう言う時代ではないなっていうところもあるし、なんだろう、柔道、最近見てて僕も思うのが、日本の,あの中でやってる柔道ではなく、やっぱね、国際大会とかになってくると、なんだろう、柔道よりもなんかレスリングとかに近いのかなみたいな、もう返し技、返し技、力技みたいな、うん。うん 柔道ってでもそうなのかないわゆる重力合募セースって言うじゃないですか。そういうなんか本当にこう小さい人が大きい人をなんか意図も簡単にじゃないけどこう投げるっていうそのなんか技の美しさとかも含めたものが柔道かなと思ってたんですけど最近は確かにこう組み手は嫌うわ。もうなんか離れて戦おうとするわ。うん、なんか先生堂々とも組み合って でお互いの技出していこうよっていう方が僕は好きなので、うん、確かにまあ今の柔道って見てて、うん、まあこれを柔道ってまあ、本当にね先ほど言われましたけどね違うなっていう,う横文字の柔道だなみたいなね。うんなんかそのサッカーワールドカップとかの時に急に、はい。 サッカー好きになる人とかもいるじゃないですかまあにわかなはいで,でまあスポンサーがついて初めてプロスポーツって成り立ったりするんで、うん、もしくはアマチュアだったとしてもああいうオリンピックだとか、はい、っていうのはそういうスポンサーがいないと成り立たないんでそういう人たちの応援ってのは確かに大事ですし、うん、一般の人たちの応援も大事だと思うんですよ、うん、ただねそういう応援する人たちが生じっか やはり下手くそだとか弱いだとか遅いだとかレベルが低いだとか世界に対して日本のサッカーはとか柔道はとかっていうのはちょっとあ,のあまりにあなた昨日今日ね急にねテレビをつけて名前を覚えたような人がねそれはちょっとやっぱ言い過ぎですよってにわかに思うわけですよ。で ましてやそれをメディアを通して伝える側の人が多分同じ印象を持っちゃってるんですよね。はいはい、やはり柔道は応援い芸だから金じゃなきゃダメだと。うん、で例えばなんかこう情報番組とか見てると、うん、オ,リオリンピック開幕直前に金は20個を狙えるとか毎年言うじゃないですか。うんうん、あれも余計なお世話で、うん、お笑い芸人とか文化系の大学を出て。 アナウンスしかしてこなかったような人たちが、うん、いやスポーツ選手にねそういうことを言うっってのはねちょっと濃くかなと思うんですもう頑張ったことを評価して結果を評価してでダメだった人は評価しないっていう、うん、それでいいと思うんですけどねもしくはまあダメだった人を非難してもも,う、うん、もしくはお金を出してる立場の人間だったらしょうがないと思いますよ。うん、ただね 2>, 2位、3位の人たちに、ね、かける言葉がちょっとと愛が薄いな思ま確かにあのメダルを確実視されてた選手が取れなかったら本当にすいませんみたいなこと言うじゃないですか、うん、別にすいませんじゃないと思うんすうですよ、ねね。一生懸命やったしその、うん、やっぱり人間なんでその時その時の体調とかも絶対あるし昨日は例えばこれぐらいのだろうパワーが出せても次の日何かやっぱちょっと。 出せないっていうこともあるしなかなか難しい部分もあると思うんですけどなんかその選手に申し訳ありませんでしたって言わせてしまうなんかその環境が僕も良くないないって思うんですよねあの僕らは格闘技なんかは、うん、あの身近な人から一般のファンの人までにお金を払ってきてもらうじゃないですか、はい、ででパフォーマンスをすするわけですよ、うん、で勝った負けたも当然左右しますし、うん、でそのパフォーマンスの内容が悪かったりして。 もしくはその負けたりしたらいやお金を出して足を運んで応援に来てくださったのにもかかわらず、うん、いい結果応援さしていただいたこっち側の結果がね、うん、悪かったことに対してもしくは内容が悪かったことに対しては、はい、お詫びをしたいですすいませんでしただったら終かるじゃないですか NHK の国営放送を、ねうん、見てねもしくは民放もそうですけどね で別にオリンピックっていうアマチュアの競技のね、うん、世界一の大会で謝る必要なんかないんですよねだから、うん、僕もそう思いますうん、うんうん、まあだってしかもしかるべく予選を突破して日本の代表として来た人たちだけなんですからね、うん、誰かのコネでとか来たわけじゃないですからね、うん、やっぱりあのオリンピックってもちろんあの例えば世界選手権とかそういうのがあってそこで勝ち取った いわゆる金メダルとかよりももっとプレッシャーがあって取らないといけないっていうものって絶対あるしいわゆるこう国を背負っているっていうのは多分各どの国の選手もあるとは思うんですよねその中のプレッシャーにも勝って初めてこう取れるもんだと思うんですよなんかねそれをこうプレッシャーに負けてしまいましたとかなんか本当にこうねなんだろうこう後々こうみんなになんか 自分でこう理由をつけて謝ってなんか本当に申し訳なかったって言わせてしまうっていうのは絶対にいけないと思うしなんかそうすることによってなんか本当にこういい選手が育たないのかなってやっぱ思っちゃう部分はあるのでうん誰が悪いのとかじゃないと思うんですよねうんやっぱりその時その時のコンディションっていうのをもちろんね本人は言いますよ自分がその最高の ね、いわゆるコンディションに持っていけなかったのが悪いんですっていうのは本人は言うかもしれないけど、うん、でもそれをね、なんかあの、なんだよ、金期待してたのに、メダル期待してたのに、何やってんだよみたいなのは、うん、やっぱり見てる人間が言うべきことでは絶対ないと思うし、うんうん、やっぱ行って、頑張ってきてくれたんだったら、うん、おめでとう、お疲れ様って拍手してあげるのが普通だなっていうのは思いますね,、うんうん、すね仮に予選落ちでもね、うん、なんかその上位に食い込んで、結果を出した人間だけが評価されるのは仕方ないとしても。うん やっぱその近親者だったり応援をしてたた人がぱっりいいなななくるじゃないですか、うんはい、ボクシングなんかもそうなんですよねチャンピオンになった人とかと話したりしてるもん、はい、元,元チャンピオンとか、うん、チャンピオンになった瞬間にいやあれ宝くじ当たったみたいに親戚が増えたりとか、うん、いやもう地元の企業の人たちがうちに就職に来ないかとか言ってくれたりとかして、うんはい、でチャンピオンになった途端にそういう応援が。 多くくあったたのにに、うん、負けた途端にサーっていなくなるんですよねその人たちって、うん、すごい残酷ですよねそれって、うん、結局勝ち馬に乗るってまさにそのことで、うんまあ、多分それって多くの人間関係に潜んでるもんだと思いますけど、うん、なんかそのスポーツっていうものをその結局スポーツプロ野球選手なんか引退してからダメになっちゃう人多いじゃないですか。うん、人間的ととかか犯、まあ、犯罪を犯したりとか、うん、そういうい 反社会勢力に入ってしまったりとかいろんなケースがあると思いますけどんかちょっとそういうのスポーツ選手の支え方がよくないのかななんては思いますけどねその周りがでも本当にこう、ね、子供の頃からずっとこうそのスポーツやってきて最初は楽しんでやってたわけじゃないですかそれがなんかあの人間関係でそのスポーツ嫌いになってしまってほしくないなっていうのは思うじゃないですかね。 なんか別にその本当はぶっちゃけ言えばね代表にはなったけれども別に、その例えば日本のためにやってるわけじゃなくて自分の自身のためにやっぱりあと周りの家族とかが喜んでくれるからっていう部分でねオリンピックとか出て頑張ろうって思ってる部分があるのにいつの間にか大きなプレッシャーがあってその負けたら、そのね大きなプレッシャーが反対に敵にもなるみたいな感じでうわって襲ってくる。 反対にねさっきも言われたけどそれが終わったらスーっと引いていくみたいな、うんうん、状態とかっていやなんか本当にこ残酷だしその人の人間性自体もこう変えてしまうところってあるんじゃないかなって思っちゃうし、えーうん、怖いなっていうのは正直思いますね、うん、例えば前回のオリンピックで、はいね、フェンシングで、ね、太田選手銀メダルを取って一躍時の人になりましたね、はい、こうなんか涙を見せるところもなんか うん、なんかそこもこう取り上げられたりとか、はい、でも今回、やっぱり敗れちゃって、まあ、3回戦で敗れてしまって、うん、やっぱり申し訳なかったみたいなコメント出されてたし、うん、なんだろう、もう確実にメダルは取ってもらわないとみたいな中に入れられてたじゃないですか、うん、でもなんか話を聞くとね、あのー、やっぱり代打までは、前までは一人でいろんなところ遠征に行って、うん、行くことによって、ランキングをこう上げてた自分で、うん、だけど今回は日本の中で。 やっぱりこうチームとしてもいろいろレベルアップしていかないといけないからっていう部分でね日本で国内でいろいろやってたらやっぱり世界でのレベルがそんなに上がらなくていきなりから前回のチャンピオンだたったりとかやっぱそういうふうになっちゃうわけじゃないですかなんか本当はもっともっとやっぱり経験も積んでほしい部分もあるしやっぱランキングっていうのも今なんかは ね、そのその時だけじゃなくてその前のいわゆる1年とか2年とかの間のポイントも重要視していかないといけないのに、うん、なんかそれももっと考慮をしてあげた上でうん、なんかその戦うななんだろうなコンディションっていうのも国とかのその周りがもっともちゃんとやってあげないといけないんじゃないかなとは思いましたけどね。あれですよねそそののさっっき収録前に言ってたその、うん 若手芸人のなんかそういう土佐回りの仕事もちょっと司会業とかブログとかそういった本質とはちょっと違う仕事が増えちゃって本質の仕事磨けないのと一緒でなんかスポットライト当たった結果あの方たちにお金を投げてくれる人たちってが増えたりしたのかもしれないけどその分露出が増えたりインタビューが増えたり。 することで練習量が減っちゃったとか、うん、やっぱ本末年度の話になったりするんですよね、うん、多分それがあの正直言ってお笑いって自分のことを言ってる人間なんか腐るほどいると思うんですよ、えー、腐るほどいてるけどほとんど面白くないじゃないですか、はい、こんなこと言っちゃうとあれですけど、はい、やっぱり未だにテレビに出て残ってる人って大御所であったり、うん、ようやく中堅がいるっていう感じで、うん、わっと騒がれた若手とかって、まあうん、さらっと消えましたよね、うん それって面白くないから消えてるんですよね。うんうん、やっぱりそういうもんだと思うんですよ。んなんかよくテレビとか見てて若手が上が全然なんかやめてくれないからとか言ってるけど、お前ら上がやめたらお前らみたいなカスしか残らんやんとかって僕は思っちゃうんですよ。んそんな余計にテレビとかそういうものが面白くなくなるし、んそんなお前ら使って 誰が見んのみたいなところがあるのに、うん、自分でもっともっとそれを面白くしてそれでその上の方を崩していくっていう意識はないのかなみたいなね、うんうん、っていうのはやっぱすごく感じますしねそれはまあどの世界でもそうだとは思うんですけど難しいですねそれなんかハングリーなと時代がないとやっぱ、うん、あれ強くもなりませんし、うん、その芸人さんなんかもいまだにこう例えば浅草とか、はい、まあ 吉本の,の過月だとか、うん、ああいう舞台立たれるる方とかっていうのもいるじゃないですか、うん、やっぱそういう部分っていうのはもうスポーツマンで言ったらそのスポーツそのものをやるような時間じゃないですか、うんうん、そうならないとねやっぱなかなか技術なんか,云々なんかは磨けれませんしねうん,うんまあいろいろ難しいっすねそのスポーツっていうのは、うん、あのただ純粋に好きでやってると今度はじゃあ,あの ね、遠征費用がなかったりとか、うん、そういったところにもぶち当たってきますし、うん、なんだろうあの、まあ、ハングリー精神っていう部分に関して言うならば、まあ、本当あの、スポーツ選手もそうだし、例えばそのお笑いとか目指す人なんかも、いわゆる弟子入りとかする方が僕はいいんじゃないのって思ったりとかするんですよね、なんかあの教えてくれる人と教えられるものっていう関係が、すごくもうフレンドリーみたいな、友達みたいな関係性がすごく強いと思うんですよね。うんうん やっぱりもっとやっぱり弟子と、ね、師匠みたいなやっぱりそういう上下関係っていうのが必ずある中で、うんあのー、マナーも覚えたりとか、うん、その中で先輩とか師匠のいいところをこう自分でこう教えてもらうんじゃなくて目で盗むとかね、うん、そういうのって昔はやっぱあったしそういうのが今は必要なのかなっていうのは石川遼君とか斉藤佑樹 日本ハムの投手とかみたいな人たちは本当に一握りも一握りですからね、はい、やっぱこう,こういつでもおもうちょっとこう先駆者の人たちがコ,、うん、コーチな,、はい、なんか環境を作ってあげるっていうのも一つですしちょっとこう苦労しないとだめですよね。うん、で水水泳泳なんか全然ちょっっと話違いいますけどてつでも 若い子なんか金メダル取ったりしませんはいはい何ですかねあれはいなんか若いうちじゃないとダメなんですかね女の子の場合とかって結構若いええね、ー、岩崎京子さんとかそうでしたけど、ね、静岡のうんでもあの今回も荻野さんでしたっけ、はい、高校生の,の17歳ぐらいでしたけ、ねえー、はいまあ調子悪いにしてもフェルプスに勝ったりとかうん いやすごいなと思うのは、うん、まあああいう人たちっていうのは多分親の支えとかそういったものがあって、うん、まあ親がこもしくはコーチとかがしっかりこう先ほど言ったような環境を作ってきたんだろうけど大体、うん、若いこっちからそうやって目が出る競技なのかななんて思いながら見てるんですけどね大体、うん、ダメになっちゃうんですけどねそういう人は燃え尽き症候群みたいなものなのか あるんじゃないですかこう若いうちにこう変にこうバーンと出てしまって、うん、反対にちやほやわーってされてしまう環境とかになると、うん、なかなかじゃあ今まで自分が持ってたモチベーションを維持しながら次に向けてっていう部分って難しいんじゃないかなってやっぱ思うし、うん、反対になんだろうあの、ね、平賀喜の北島康介君とかってやっぱりすごいなって思いますよ,すごいですよね。うん、だから彼が うん、ついこの間その、うん、いや,えやす予選落ちですか5位ですか5位ですね、うん、で今日 100m ですかまあ今日というかね収録のはいああそう、はい、収録時ので,、ねうん、で彼はもうあんだけやっぱ、うん、脅威をまあ、ねうん、もちろんレコードも持ってますし、うん、なんかああいう ことで長い期にわたってやるってことはすごいですよね、うん、僕、野村さんとかすごいと思います、あの柔道の。3連覇した。で,うん、できませんよ、やっぱあんなの。もちろん、やわらちゃんとかも政治家になるまでは、うん、よかったですけどね。そううですね、うん、うんうん またなんかあの話があれば4年後出てもみたいなことをなんかねなんか抜かされてたみたいですけど <laughs> <laughs> ちょっとどうかなと思ったりとかしたんですけど柔道一番軽い階級なんかも女のこっちはちょっとあれでしたね、うん、でもやっぱり本当に集中力その大舞台に強い人っていうのは絶対いるから、うん、やっぱあの本当にこう金メダル連覇する人っていうのはその雰囲気がすごくこううん。うん なんか馴染める人なのかなっていう、えー、もちろん持って生まれたものなのかもしれないしうん、うん、だからね、ねいくらこう日本選手権で勝って出ましたとか世界選手権もちろん大きな舞台なんですけどそこで勝ちましたって言ってもオリンピックっていうのはよく魔物が住んでるとかっていいますけどそこになるとこうなかなか力を発揮できないとかってね。 ちょっとまた全然話しちゃいますけど僕ず,ずっと気になってたのが、はい、オリンピックの開幕開会式の開幕の前日ぐらいから、うん、もっと前からでしょうけどあのオリンピック自体に反対をしてるデモってロンドンで結構大きいじゃないですか、はい、あんまり取り上げられませんけどで多分前回の収録でそんなオリンピック自体は、うん あの経済効果を生むというのは嘘だっていう話をしてましたけどなんかもうちょっとなんかうまいことそういうのが実際そのデ,デモを見てると理にかなってるんですよねこんなことしたってロンドンはよくなりませんよっていうような話なんですよねでも確かに僕らは見ますけどスポあの面白いですから。 応援ししたいですし、うん、だけどそれよりもっとやんなきゃいけないことってすごいあんのかなと思ったちょっとなんかかけすぎだと思うんですよ、うんはい、オリンピックの開会式とかに、はい、僕見てましたけど、うん、うわお金かかってるしなんか、あのー、メディアとかの話によると結局、うん、ロンドンイギリス国内では。 いまだにあの開会式がうまくいったもんでいま、うん、だに開会式の,あの写真が新聞の一面飾ったりするらしいんですよねはい、うん、いつまでもあれをなんか自画自賛してるらしいんですよ、はい、しかしあの開会式がじゃあなぜ何をそれも多分メディアとか新聞、うん、側のなんていうんですかあそこにお金を投じたことをはい、はい、そのデモに対して正当化するために、うん これくらい世界に対して見せることができたっていうような内容なのかもしれないですけど、うんはい、ちょっとなんかそういうのも別に競技だけに専念するのに、うん、あのなんだかまあボランティアで来たとしてもですよ、うん、やっぱいろんなセットとかはただではできないじゃないですか,か、はい、でああいったものにお金をかけてやることっていいのかななんて思うんですよね、うん。 別にホイッスル一つあればできるのがアマチュアスポーツなんだからちょっとなんかあれはお金かけすぎかなーなんて思ってでそれはそうなるんだったらで,、うん、で,で,でも分かるなーって感じはしますよ。うん、あのなんだろう世界的にエコって叫ばれバレてる中で、まあ、オリンピックって本当にエコなんだろうかって思う部分ってあるんですよね。うんうん、でやはり まあイギリスなんかでも国内なんかでも失業率が非常に高い、うん、ただまあこの時期だけはあのいわゆるその期間ないいろんなお店も店舗も出るから、うん、人手が少ないからっていうのでどんどん雇われる、うん、今はじゃあその期間、うん、お金が入ってくる、まあ、働けるっていう人で喜んでるかもしれないけど、うん、もう本当に終われば、ね、本当にこうツアーの者どもが夢のあとじゃないけどすべ、うん、て終わってしまうわけじゃないですか。Yeah. その後のこととかも考えてるのかなみたいな本当にこう今のオリンピックだお祭りだっていうので一喜一憂だけわーとかってなっててその後落ち込みってまたガクンとなると思うので超一過性ですよね、うん、この上なくなんか一過性なものをでその残骸も残すじゃないですかはいましたけど2002年の 日本の日韓ワールドカップの時のスタジアムが10年経っても年間なんか何億円って赤字をトータルにしたらもう100億ぐらいの赤字を生んでたりする年間にしてでそういうのもなんかどうかなと思いますしねどうか東京には来ないでくれって思いますけどねうそういう意味からでどっかのなんかお金の余ってる国がやってくれればいいかなと思いますよ いやももうでもやるのであれば、本当にエコ、うん、あのーうん、質素にコンパクトに、うんうんね、それでもこう,なんだろう他の国の人を迎えるその環境っていう部分を大切に、うん、やっぱりやるなら日本からまた新しいシステムみたいなものを、こういう提案をしながらの新しいオリンピックっていうのを作ればいいと思うんですよ。うん、なんかこう まあ、ある意味オリンピックとかってアマチュア、アマチュアって言ってるけど、企業の宣伝になったりとかしてるじゃないですかね、うん、でもそうじゃなくて、うん、本当にこうスタジアムとかにやたらとこう企業の,、ね、あの名前とかばーとか入れるんではなくて、うん、そこはもうめっちゃシンプルにして、うん、その街の中での例えば、いろんな雇用とか、プラスになる部分とかの貢献っていうものを企業がするとか、うん、もうそれで別に名前とかはいりませんみたいな、うん、うん、部分のなんかあの、オリンピックっていう。 そんなこうお金お金したなんか裏ではなんかすごいドロドロしたみたいな感じの雰囲気のか作りっていうのはもうそろそろやめてもいいんじゃないかみたいな利権の取り合いですよね結局そうですねでも利権って言っても全員が潤う,るおうと取った先のところが全員潤う利権じゃなくて、うん、取ったところが大きくダメージを受けるのに、うん、取った人たちだけがそれに携わった人たちだけが 甘い汁を吸えるような、うん、なんかすごいシステムですよね、オリンピックって。なんかやっぱり、オリンピックって、なんだかんだ言いながら、新しいいものを作りたがるじゃないですか、はい、やっぱり作ろうみたいな、なんかエコだから、これ、もともとあるこれをなんとか生かしてとかっていうよりは、気がついたら、どん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 こう新しいものを作っていって、まあ、その時に作っていく過程においてのお金っていうのは動いてるかもしれないけど、うん、それがね、先ほども言われたけど、後々の。 活用が本当にできるものなのかっていうこととかも、うん、ねしっかりこう考えてそうっすねもうマラソンみたいに道路を走ってある道路を、うん、例えば封鎖程度で、うん、あ,のあともう走るとぐ、うん、らいなものにしなきゃダメですよね、うん、そのために何百億ってかけてスタジアム作ったら、うん、ダメですよねプロスポーツじゃないんだもんで、うん、そうすね、まあす なんかちょっとなんかいろんなものがぎくしゃぐしてますよね、うん、もう本当、いっそのことね、あのー、なんだろう、まあ、ちょっと難しいと思うけど、あの選手村みたいなんじゃなくて、うん、もうホームステイさせろみたいなね、ぐらいな勢いで、うん、うん、するのもいいんじゃないのみたいなね、そう,ですねうちのじ在所に、昔、うん、マスラオって歴史、なんかマスラオって懐かしいですね、なんか田舎に行くと、田舎の巡業って、うん、そうですよね。ははい、はい 選手をお相撲さんが泊まれるぐらいのトイレがあったりとかいうところにたまたまそのあの在所なんですけど、はい、大きいトイレがあったのか知らないですけど、うん、ちょっとホースムーステイとかでも<ー>まあ所詮アマチュアスポーツだってぐらいの感覚で、うん、まあ食事とか体調管理とかっていうのもあるかも分かりませんけど、うん、そういうのが整ったところ が初めて誘致をするってシステムしないと、うん、まあちょっといろいろおかしくなっちゃうのかなと思いますけどね、うん、まあ本当にこうアマチュアスポーツで選手の管理っていうのはオリンピック委員会がやっぱやってるし選手のもちろん肖像権とかももちろんいろいろあるしそういう利権みたいなものもいろんなところでねアマチュアって言いながらお金が動いてるっていうところが、うん。 確実にあるわけじゃないですかプロオリンピック会社があるわけですよねそうですね、うんうん、アマチュアなんかは、最初にこうなんかあの冠にねつけてるだけで、うん、全然アマチュアじゃ本当はないだろうみたいなね、うん、ところってあるから、でも別に、それだったら別にアマチュアスポーツじゃなくて、もうプロの人もどんどん出ても僕はいいと思うし、うん、何でもありにした方が、反対にもっと、うん、湧くんじゃないのって思ったりはするし、うん、中途半端なんですよね。 そこに来て WBC の話ああはいはいあれは僕、うん、あの確かに日本の選手が言ってることは理にかなってる部分もあると思うんですよ、うん、はい日本の企業がお金を下してるのに、うん、それを6割持ってかれちゃうと3分の3分の266%ですけど、うんうん、3分の2持ってかれてでしかも あの全体から見ても日本も十何パーセントしか取れないんですよね、うん、他の諸外国にも取られちゃうからそのシステム自体がおかしいって言ってもあれ世界はベースボールクラシックじゃないんですよね、うん、結局アメリカが主催したそうです、ね、要はアメリカは日本が柔道を守れなかったり、うん、イングランドがサッカーを守らなかったのと同じように。 あ対局にアメリカは野球を守ってるんですよねアメリカがだって発祥の野球ってものをプロスポーツとして秀でて、うん、まあ IOC からアメリカ嫌いな IOC に弾かれた時にアメリカは開き直ってオリンピックに出ないことにもう承知の上でじゃあいいよって。 アメリカで作った野球はアメリカが守るよって言って、うん、あれでやってるわけですよね。うん、だそれに対して日本人が出ないってのは俺もう僕自身の考えはもう大賛成ですよそ、うん、こんなアメリカにはい、はい、どうこうする人なんかないわけですからて、うん、天元、はい、<laughs> そうだもんでちょっとどうですかねああいうプロ プロになれば、ああいうお金の流れが出てきてしまいますし、オリンピックも実はあれくらいのお金の流れっていうのは、システムできてるんですよね、もっと歴史が長い分、そんなボランティアでやってるわけじゃないですからね、うん、ボランティアって言って、騙されてただで働いてる人が多いってだけで、日本人でボランティアっていうのを履き違えてる部分ってあると思うんですよあの、ボランティアっていうのはただでやらないといけないみたいな、すごいマスト感が強くって、うんうん、でも、ボランティアって、 実際そういうもんじゃなくて、あのー、日本語に訳すと、自主的にっていう意味なんですよね。うん、だからこ、ただでやらないといけないっていう、なんかそのマスト感みたいなのがすごく強くって、うん、じゃないよって、自分からやりたいです、それやりますとかっていう、その、部分っていうのが大切だと思うんですよね。うん、なんかそのボランティアっていう意味の履き違いみたいなものもすごくあるのかなって思うし、うん、それに対して別に、その、報酬というか、ある程度の例えばお金が、 自分に入ってくるっていうこともあ、まあるるちゃあるんですよねいわゆるいろんな、ね、ボランティア団体とかに入って海外とか行ったりとかあるじゃないですかああいうのもうやっぱり行ってる期間の間その向こうの国に対していろんなこうね自分たちの能力っていう部分で持ってるものを伝えてあげるっていうことをしてきて帰ってきてゼロっていうのってうん、うん、やっぱり。 本当にその人だけのマイナスになっちゃうわけじゃないですか、だから国がそれを保証して、その人に対してのお金っていう部分も出してくれたりとかするわけじゃないですか、それを嫌だっていう人も結構いたりとかするんですけど、そうじゃないと僕は思うし、それはもうしっかりともらっても僕はいいと思うし、そのボランティアっていう部分の意味をもう一回、日本人がしっかりと頭の中に理解して、うん、やんないといけないんじゃないかなっていうところってすごく感じま、ね、すね。世界的にはそういういボラン テア先進国だったり、うん、もしくはそのユニセフだったりああいうこところの人たちって,って、はい、日本人のボランティアは確実に間違ってるっていう人、うん、言い切る人多いですからね、はい、ボランティア発展途上国っていうよりはボランティアっていう名のプロがいるわけですよね、うん、お金を稼いでる人たちが、はい、24時間テレビもうすぐやりますけど、はい、日本テレビさんで、うん、あんなもうあんだけ結局お金かけるわけですよね、うん 道路を封鎖して例えば警備員を置くだけでも、あのしょおもないマラソンでもお金をかけるわけですよね。うん、で、いろんなところで、まあ例えば、電気もかかれば、セットもかかれば、お金がかかっていくわけですよね。うん、で、例えば無償でやる人もお中にはいたとしても、うん、電波飛ばすのだって、ただじゃないわけです、うん、で、結局集まったお金が2億程度なんですよねはいはい、そんな、そうですね、はい、そんなぐらいなのかな、毎、ま、年、あ。 あれにかかけるるお金が4億とかするんですよ、ねうんまあ例えばあれで注目されてないあの弱者の人たちにあの注目が及んだりとかあの支えることができたりとか皮切りになるって意味ではいいのかもしれないけど、うん、世界的に見ればボランティア先進国から見ればそれは違うっていう話になるんですよね。あのちょうど今日あのふと思ったことがあるんですね。 あの日本ってその、まあ、企業にしてもよく見ると、例えば車1台あります、会社の車があります、でこの車はエコですみたいな、うんうん、ある意味こう、あのー、ガソリンを使ってませんとか、うんうんね、いろんなことがこう車にわざと書いてて、その自分の会社の名前が書いてあったりとかするわけじゃないですか。それって普通は別にわざわざざ 自分ところの車がエコな車だよっていうのを宣伝して走る必要って全くないと思うんですようん、うん、だけど日本って基本的にそのやってるよっていうのを外に重きりアピールすることの方が大切なのかなっていうのはすごく感じちゃうんですよね,ね<え>でも<今>、うん、おばあさんの手を引きながら私今ボランティアしてますよみたいなことですよねやってることって、はい、だけどしかも車なんかにいったら車を作ること自体がエコじゃないのにうん なんかウルグアイの大統領の演説をね昨日、ちょっと友人がその、うん、日本語訳をしていないサイトを興味ある人がさ和訳したやつを見せてくれたんですけど、はい、ウルグアイの大統領は世界で一番貧しい大統領と言われてる人なんですけど、うん、やっぱりあの私たち世界はこのままでいいんでしょうかと、うん、その世界会議で言うわけですよね。はい、であの中国ん どこだインド人が例えばドイツと同じぐらいの車の保有国になった時に、うん、だインドの人口でねドイツと同じぐらいの車を持ったらこの地球は破滅しますよとか、うん、で、まあ、ウルグアイに関しては資源大国だからいろんなものが、あのー、恵まれてるんですけどそもそもそのみんながその欲しがるものをちょっと全体的に。 あのー、欲張らないようにね、うん、した方がいいんじゃないですかみたいなことをいろんなこ,うことを細かく言ってるんですけど、うん、まあそれは資源があるから言える話なのかもわかんないですしはい、はい、日本に関して言ったらいやいやそんなこと言ったって、うん、石油も何もないんだもんで輸入をしなきゃいけなくて、うん、輸入をするためには対価のものを何か用意しなければいけなくて。はい でここが値段釣り上がっちゃったりみんなで取り合っていくのが現状だから、うん、他の国より先に変わったりを多く買うためにどうしてって言ったら、うん、どうしてもそういうのって生まれちゃうじゃないですかじゃあみんながみんなそのもう電気もいりませんと、うん、ガスもいりません車なんかも歩いていけばいいじゃないですかっていうような考えになったらどうですかって、はい、ウルグアイの大統領が言ってるんですけど、うん、まあそうもいかない部分の方が多いから。うん まあ難しいなと思いながらもやっぱそういうような意識が広まれば、うん、ボランティアだったり、まあ、アマチュアスポーツだったりもそうなっていけばいいのかなと思うと、うん、やっぱオリンピックの開会式は無駄だったのかな,なんて思いますけどね、うんまあ、確かにねオリンピックの開会式見て日本選手団が出てきてなんかやっぱりそうジーンとくるっていう、ね、ことを言われる人ももちろんいますしまあね 当然やっぱりこう頑張ってもらいたいという気持ちも込めてずっとこう見てる人なんかもいるんですけど、うん、僕も、まあ、実はオリンピックの開会式の模様は全く見なかったんですよねあそうですかうんなんかなんだろうそんなに興味がなかったというかうん、うん、そう選手が頑張ってる部分っていうのはもちろんこう見るんですけど、うん、なんだろうその開会式っていうところになるとまあ 別にそんな、うん、なんだろうそこまでの僕に見たいっていうようなこう欲求が出てくるものではなかったのでそれはもはやスポーツじゃないですからねうん、うん、あれはもうエンターテインメント以外の何もんでもないわけですから、うん、じゃあそこのお金なんかお金をかけないで済むようなオリンピックを目指すのが今、うんうん 世の中で頭のいい人が出した結論なんだとしたら、うん、まあそうした方がいいんじゃないのって思うんですけどね普通にに純粋にまあやっぱりこうオリンピックはお金がないとできないお金を集めないとできないっていうところもあるので、ねうん、やっぱりお金を集めたからにはある程度こう派手にドカンとやらないといけないとかっていう結局そういうのになっていってるんだろうなっていうのは感じるし、ね、先ほどもやっぱりテレビのそういう、ね、あの番組なんかにしても。 そういうい大きくドカンと企業さんを募ってテレビをやるからこそそれを見た人が募金に集まるっていうところもあるとは思うんですよねだからそれがなかったら例えばその大きな何億っていうお金が寄付で集まったかっていうとやっぱ集まってないのかもしれないしまあ本当にこうお金を生むためには本当にこうそれと同等のぐらいな大きな宣伝費っていうのをかけないとまあもはや 企業なんかも許してくれないのかなっていうようなところがすごく感じられてスポンサーあの芸能人なんかも、はい、えっとちょうどこの前屋敷貴人の番組僕もよく最近暇さえあればテレビ見てますけどあの人は出てないですよねあのうんそこまでいって1回で沢尻礼理カについてその政治評論家たちが真面目に語ってたんですけど、はい <laughs> はい みんなサージーレイリカを肯定してる、うん、自分もいや女優さんとしたら十分ああいう感じでいいんじゃないのかなと思いますよね、うん、例えば大原玲子だったりあの加賀まりこだったり桃井、うん、香織だったりもっとわがままだったと思われる女優さんがいた時代っていうのもあったじゃないですか、うん、今みんないい子ちゃんになっちゃって、うん 澤廣リカがすごい特殊なものに見られてますけどだけどやっぱ表現者だったり女優っていうものはやっぱそういうちょっとまともな常識者じゃダメなんですよねうんやっぱちょっと破天荒なぐらいじゃないとうん。でなんでじゃあそうなったかって話をしてたんですけど結局スポンサーがいや企業のイメージがあるもんですからとか。 例えば番組一つ撮るのにも c m 一つ撮るのにもその人たちが食べていくためにはスポンサーさんに足を向けれない状態っていうのが発生しちゃってるからそうなんですよねだからちょっとなんかその女優さんがそ,のそういうところでおとなしくなっちゃうっていうのはまあなかなか今の資本主義の間違った方向性かなとも思いますし。いわゆるその メディアで作られているそういう番組自体が面白くなくなったっていう理由の1つでもあるのかなっていう気はしますよね個性を潰してしまっているっていうところで言えば確かに個性を潰しているのかなとうん、うん、やっぱりねいわゆる大きな企業のあるその指示のもとにこう動いていって作られているみたいな。うんうん、最近はね本当にこう ある意味こうやらしいぐらいな番宣とか、やらしいぐらいなこうえ、そこで CM しなくてもいいんちゃうみたいな、せっかくトークで盛り上がってるのに、なんでそこでえ企業名とか言っちゃうのみたいな、うん、完璧に言わされてるんじゃないのとか、うんうん、いろいろこう考える部分とかって出てきて、うんうん、テレビにしても、まあ、例えばラジオにしても、うん、そういうものを本気でこう楽しんで、うん、見たりきた聞,きた聞いたり。 でききなななくっってててるるいうところがあるんですよねそのスポンサーの言うことを聞いた結果そのお祭りみたいな、うん、お祭りっていうよりはちょっとなんかロンドンオリンピックの開会式みたいなものになってしまったりとか、うん、ちょっと例えば企業が「やれこれ出るあれ出ろ」なんて言ってるうちに北島康介さんが練習が。 おろそかか、というかまあちょっとそこまで前ほどね、太、うん、田選手が練習できなくなったりとかっていう環境っていうのは結局本末転倒ですよねその、うん、じゃあ話元に戻るとそのスポーツを純粋にあなたたちは応援してるんですかって言ったらノーですからねその。うん いや企業の宣伝ができればいいと思ったからこんだけのバックアップをするんだよ、うん、その代わりにその対価見合った分の企業の宣伝してくださいねって、うん、もう最初からあからさまにそう言ってる時点で、うん、もう純粋なスポーツの応援じゃないですからねいやだってね太田さんがメダル銀メダル取った時に前のオリンピックで企業ついてなかったわけですから、えーね、メダルを取ったっていうのでバーンとかついたわけですからアイスボックスですからねそれはねもうなんだろう、まあ、見てて思うのが <laughs>、うん ねあのー、太田選手を応援していきたいとかって言ってもそれが本当にっていう疑いは必ず持っちゃいますよね、うん、まあそういう言い方とか見方をするのもだめなのかもしれないけれども、うん、いやそう思ったら、うん、相撲の谷町って純粋ですよねまあでもそうだと思いますね超純粋ですよね、うん、なんかもう長谷やとかで回ましに入れるのはまあ別として <laughs>、うんうん、だけど あの多くの谷町はだってお金投げて大して宣伝をさせませんからねうんだから純粋にその人を応援やっぱりしてるんでしょうねすごいですねうんいやーすごいなと思いますよなんかちょっと今日本のそういうところはもういつでもなんか結局なんかやれ某ビールメーカーとかまあ飲料水とかまあ絶対すぐ自分のところに跳ね返ってきたりとかそのスタジアムではその ビーールルルやド,ドリンクしかか飲んじゃいいけけななようなルールにすするわけですから当然、うん、持ち込みも禁止ですし、うんまあ、結局そこは純粋にスポーツを応援してないところかなと思うと、うん、いやプロスポーツとしてはいいと思うんですよそれで、うん、もう当たり前ですよそれが、うん、ただそれをオリンピックに持ち込むなよっていうところはもしかしたらあるのかもしれないですねなんだろう変にその 選手に気を使わせすぎて、うん、いやー、どこどこの企業さんの何とかところに本当にお世話になりましてとか、それ言わせたらあかんと思うよってやっぱり僕は思うし、うん、うん、なんだろうなーって思っちゃうんですよ。うん、そんなこと言わなくてもいいよっていうのが、僕は純粋に応援してきてくれてる、うん、まあ企業だったりとかっていうのかなとは思うので、うん、でもなんかそれを、まあもちろん会社が言えって言ってるわけではないのかもしれないけど、うん、言わせてしまう環境を、 作ってるところに問題があるのかなっていう、うんうん、のは感じますねあとちょっとイケメンだったり美人な人だったら表に出てくるところは当然やっぱ企業的なねそういうイメージもあると思いますで田中理恵さんみたいな美しい人はもう、うん、そういう,もうまさに標的になってくるんだと思うんですけど、ね、うん、うんまあ、あの人が 結果残残せば残すほどそうなると思いますけどねね、うんまあよく、ね、美しすぎるなんとか,とか、えー、なんとかすぎるなんとかって多いですからねもうそれこそ出過ぎてますよね、うんうん、だか結局、まあ、そこもめちゃくちゃな話ですよね、うんまあ、マスコミメディアが悪いっすよいやでも本当にあのー、ね自分もこういう放送をしている中においてやっぱりこういわゆるやりすぎな部分、うん、そこまでやっちゃダメだよって思う部分が、うん なんだろう、子供の頃に、まあも,もちろん僕が子供の頃もそういうのはあったとは思うんですけど、うん、なんか純粋にね、楽しんでたっていう気持ちが、うん、まあね、自分の心も汚くなってきてるんだろうから、うん、なんかこう純粋に楽しめなくなってきてるっていうところが、うん、うん。今のね、子供たちなんかはもっとクールに、ああ、宣伝でしょみたいなぐらいな感覚を持ってしまってるってところ、うんうん、それってでも、 ななんだろうな今の子供たちにとっても悪影響を及ぼしている1つの要因なのかなっていうのは感じまますねだからプロスポーツは東京ヤクルトスワローズって,言ってヤクルトの、まあ、販売促進をするのはもう全然結構だと思うんですよ、うん、やっぱり巨額な投資をするわけですから。うん だけどオリンピックの中にそれを持ち込まないようにするのも一つかなとは思いますね、うん、だからもうオリンピックにお金を出すってこと自体あの自分らの企業を売っちゃいけませんっていうような、うん、なんかちょっとそういう規約を設けたり半ばしないと、うん、いやそれでスポンサーがいなくなったらもうしょうがないじゃないですかそれでいいんですよもう、うん、いいんですですよもうそれ本当にだからまあねえ 一時期、ねあのー、ビデオなんかでも CM カット機能みたいなのがあって CM をどんどんこうカットしてくれてっていうのも最初はやっぱり視聴者から見ると1個1個こう、ね、CM でこう飛ぶのとかってもうめんどくせえとかってもう本当にこうぶっ続けてみたいのにって思ってる人が喜んでたけど。 企業的に作ってしまったけれども、うん、え自分のところの CM も例えばその電化製品の会社も飛ばされてしまうのみたいな感じになると、うん、あれみたいなところになって、うん、結局はその機能もなくそうっていうことにやっぱなったじゃないですか、うん、やっぱねあの、もちろんそういう CM があるからこそひ、ね、あの続けていかれる番組っていうのがあるんだけれども。うんうん そそれをその番組の中までごっつり持ってくるっていうのはもうやめようよとかっていう気があるしうんそれが特にオリンピックであればなおさらなんかあのねさっきも言いましたけどアマチュア、アマチュアって言ってるけどそのアマチュアって言うてる後ろには全然、こうすごいね嘘とまでは言わないけどうんアマチュア精神ではないものが存在してるんだなっていうのは、う。ん 多分高校野球なんかもそうですよねあんまあ、こう企業企業って今なな,ないからいいですけど、うん、まあでも実際動いてるものもありますしね、うん、結局なんかテレビ局がある程度独占してる部分もありますし、うん、一回でも全くスポンサーのない番組で例えば「もうお前たちの面白さだけでやってくれ」みたいな例えばお,お笑いの人とか、うん、なんかそのバンってやらせてしまう,、うん、うのがあってもいいのかなとかって僕はあのー。 タモリクラブとかアスポンサーとか,なんかほぼついてないですよ、あれなんか見てまんけど、たも、うん、さんの本当にこう好きなことをやってるんですけど、うん、この人でも本当に面白いなっていう、あれはいいと思うのつ,つまんなさとは全く真逆のなんか面白さありますねタモリさんの良さがすごい出てるし、あれ、タモリがお金払ってるんですかね。あの会社じゃないですか会社が、うん 多分そうだと思います自由にやらせるっていう、いろんなこうゲストさんも,もう来て、うん、なんだろう,もう、始まりもなんかあるようなないような感じだけど、ちゃんとこう30分で、なんか面白くこく終わってるっていうところの、ああいう作りなんか、本当にいや、長年もう続いてる番組ですけど、今更ながら、あこういうのが番組だと思うよっていうのは、本当に純粋にそのタレントさんの素質で番組を作り上げてるっていう。 うん、すごいなって僕は感じるんですけどねうん,うんうんなるほど<ー>そうですねやっぱちょっとなんかそういうの全部リンクしてきますねうん,うん芸人さんだったりスポーツ選手だったりそういうの、うん、メディアだったりスポーツだったりっていう多分その方が本当に緊張感を持ってお笑いの人たちもやるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、タレントさんにしても、うん、やっぱなんか 本当にこうそういう番組みたいなものが各所各所にあってそこに出てトライして、うん、やっぱ面白くなったやつがどんどんこう出ていくっていうような、うんうん、なんかそんな番組作りもいいのかなっていうねうん、うん、気はしますけどねだからあの亀田航樹を、うん、内藤が反則されながらも勝った時に亀田内藤 さんのお尻のところに入ってたなんか建設会社かなんかのスポンサーのがすごいその後株が上がったんですよね、うん、先見の銘があるとで、はい、そういう評価だけでいいんですよねうん、うん、それをもう露骨になっていくんじゃなくてそっから先を言うとちょっと商売一系が出てきちゃうもんでっていう話でしょうね、うんうん、そうですね なんか本当にこう過ぎたるは及ばざるがごとしじゃないけど本当にこう過ぎすぎてるじゃないですか今もみんな口を開けば金、金、金金ですよで黙ってるようなことしてやっぱ金っていうのを言いたいがってるのも伝わりますからねロボットにまあ確かにね必要なんですよ、うん、必要だけれどもそれだけがなんかあの一人歩きしてしまってるとか、うんうん、なんかそこだけが本当に重要なのかなっていう。 うん、そりゃあ、オリンピックで日本選手そんなに勝たれへんよと、うん、ほんまに素質持ってる人じゃないとなかなか勝てへんよとかって、うんうん、思いますけどねまあせめて北朝鮮よりは金メダル多くとってほしいなと思いますけどね、うん、でもハングリーさっていうのはあっちの選手の方がやっぱあるからね、うん、でも何起きてるかわかんないわけじゃないですか北朝鮮の人たちって、うん、すごいなと思いますよね。 あれ日本のサッカー選手いますよね、いましたよねあのオリンピックじゃないですけど、はい、海外で暮らしてて、うん、やっぱ北朝鮮王国だってって戻る人も中にいますけど、うん、いや、もう例えば選手村みたいなところ行ったら、もう何が何だか分かんないじゃないですか。うんうん、しかもそこで起きた出来事っていうのは絶対 僕国営帰っても喋っちゃダメじゃないですかあの携帯没収って言われたらしいですよ<ー>、うん、ですよね、うん、だからねやっぱなかなかああいう国にだってスポーツで負けたらダメでしょうと思いますよやっぱうん、うん、いやまあとにかくまあ頑張っていただきたいって感じですけどねまあそうですね,ねうんあのー、今やっぱりねあのー、最初の方にも言われてましたけど やっぱりこの時期暑い時期っていうのはやっぱ人って少なくはなってきてて、はい、いつ頃からまだ戻ってくるみたいなのがあるんですか傾向的には例えば、うん、あの事務生が増える時って決まってるんですようん,うーんえっと何か格闘技のイベントとかが地元であったりしてはい 開花されたりとか、はい、格闘技のイベントをメディア通して見ることによって、うん、開花したりとか結構わかりやすいですねえ<で>、うん、本当そうなんですよ、うん、でまたは今よりちょっと前の時期に、はい、夏に向けて体を作りたいとかうん、うん、でもまあそういう横島な考えのやつほど実際夏本番だったらダメなんですけどね、はい、<laughs> まあその前者 <laughs> の格闘技のイベントを見たから俺もやってみたいと思って思うやつもきっかけとしては別に間違ってないかもしれないですけど大体続きませんけどねしかもそこで口で言って終わるやつの方が多いですからね「はい、俺も行ってみたいんだけどいつ行ける?」とかって言う人って死ぬほど多いですよ <laughs> ああそうですか全部スルーしてますけどねうんねそうそうそうなんかまあちょっとなんかだから今から本来の事務所な通って てるような事務生が戻ってくるっていうのは、うんあ、今からもうちょっと涼しくなったじゃないですか。9月10月ぐらいに。なるほど。うん、まあその辺もね、じゃあ,あのまたじゃあ来月ぐらいとかには徐々にこう戻ってきてるかなみたいな。あと天元ですね。うん、はい。天元さんを。あそうですね。 お笑いのちょうど今電話ありましたけどあとで,、えー、で電話してみましょうか、はい、またあの番組の方にも来ていただければと思うのでももボロカスに <laughs> なっちゃうとかあれですけど <laughs> いやーちょっとなんか本気を出して、うん、ねお笑い芸人の、うん、最近も全部芸人って言いますけど芸がないのに芸人っていうやつも多いじゃないですかそういうのも含めてちょっとやっぱいろいろうん そういう人を見てみたいいなと思いますけどねちょっと楽しみですね、うん、はいまたお願いしますということで、えー、今月の格闘技魂のコーナー、えー、山部の松田さんでしたどうもありがとうございました